白馬の留めネジアダプター165円でしたね。はい、一応今ね2段になってるんですが、もう1段これ伸びるんですね。はい、ちょっと伸ばしてみようか。はい、ここまで伸びますって。でも見えないか、ここなら見えるかな。はい、すごい高いでしょ。でこれでもまだねもっと伸びるんですね。はい、すごいですよ。はい、ここまで伸びます。こんにちは、すみやです。今日は新しいグッズが届きましたので紹介したいと思います。買ったのはこれですね。はい、留めネジアダプターってやつですね。長さ8mm、メイドインジャパン、白馬製のアダプターですね。ここに細いネジがあるんですが、これだとねシースターが乗らないので、シースターを乗せるために買ってみました。大判カメラや大型三脚雲台などの8分の3インチネジ、大ネジ、ドイツネジを4分の1インチネジ、国際規格一般用に合わせるアダプターです。白馬写真産業株式会社、はい、本社は東京都墨田区。じゃあちょっとこれをつけられるかどうかやってみましょう。非常にちっちゃなねものですけどね、こんな感じです。見えるかな。はい、こんなちっちゃいものですね。はい、上になんか回すようになってますね。どっちが上かわかんないけど、どっち向きに止めるんだかわかんないけど、うん、なんとなく入るね。これでこれに入るんだろうか。特に説明ないけども、やってみようか。はい、シースターを外してみます。はい、取れましたね。シースターのにこれをはめるんだね。やっぱこっち向きでしか入らないな。ってことはこれをこう入れるしかないね。シースターのこれと同じ大きさになりましたね。はい、これでシースターが乗るのかどうか。乗りましたね。完璧ですね。はい、シースターが乗りました。我が家の一番頑丈な三脚に乗りました。はい、この屋上で使う分にはね、こんな大きな三脚に乗せなくても、テーブルの上に乗せたこういうもので十分なんですが、これはあの野鳥を観察するときにね、野鳥の観察者のフェンスの上にシースターを持ち上げたいんですが、床に置くとねものすごく低いのでフェンスを越えられないということで、ちょっとこれ野鳥観察用にね、買ってみました。水平だしどうなのかな、ちょっとやってみようか。スマホ持ってきて、はい、スマホ持ってきました。はい、じゃあ水平だしをねこれでうまくできるのかどうかやってみましょうか。はい、詳細設定、水平を調整する、うん、今 0.9、0.1 になってますね。0.3、0.4。すごいよ。0.2、0.1。これで大丈夫だね。左右のこれで調整できますね。なかなかいいかも。どっかに水準器ついてたな。あ、ここに水準器ついてますね。
2箇所に水準器ついてるので、それでちょっと合わせてみようか。うん、これで水平合ってるから、これをね、レベルセンサーキャリブレーションしてみよう。本当に構成しますか。はい、触らないでください。構成されました。うん、これで 0.3 ですからね。ちょっと回してみようか。 0.6、1.3、1.8、2.0、 だいたいこれ 0.3 とか 0.2 ですね。はい、こんな感じで新しい白馬の留めネジアダプター165円でしたね。はい、もちろん送料無料ですね。これで野鳥観察に行けます。それで一応今ね、2段になってるんですが、もう1段これ伸びるんですね。はい、ちょっと伸ばしてみようか。はい、ここまで伸びますって。でも見えないか、ちょっと後ろに下げよう。ここなら見えるかな。はい、すごい高いでしょ。でこれでもまだね、もっと伸びるんですね。はい、すごいですよ。はい、ここまで伸びます。だから野鳥を見るときなんかね、かなり高いフェンスの上を越えるにはこの三脚がいいかなと思って持ってきました。で一応ストーンバッグもね、これはベルボンって書いてますが、多分ポラリエを買った時に一緒についてきたのかな。はい、こんな感じです。すごいシースターがね、低空の水性を取るにはね、これでちょっと伸ばして取るといいかもしれませんね。はい、これで今日は北西に沈んでいくポンブルックス水星、地平線に落ちるまでね、これで取れるかもしれませんね。はい、こんな感じです。それからね、昨日はですね、ドブソニアン望遠鏡を蓋したまま、なんと FMA135 にウラヌス C をつけて撮っていました。まあ三つ股ファインダー台座の上にファインダーもつけていたんですが、こっちとこっちね、必ずしも工事が合わなくて、これで覗いても真ん中にね、うまく入らないんですが、このウラヌス C の FMA135 で撮影するとね、シャープキャップ 4.1 のプレートソルビングがね、快適に使えましたね。ドブソニアン望遠鏡でプレートソルビングやろうとすると、どうしてもね、焦点距離が長いっていうか 1600mm ぐらいあるので、非常にこのウラヌス C だとね、画角が狭いので、プレートソルビングなかなかうまくいかないんですね。でもっと大きな APS-C サイズのカメラをこちらにつければね、多分プレートソルビングができるのかもしれませんが、やはりね、 FMA135 は非常に画角が広いので、プレートソルビングほとんど一発で導入成功しますね、ウラヌス C の画角で。はい、やっぱりプレートソルビング成功するには一定の広さの画角がないとうまくいかないっていうか、そんな感じしましたね。はい、でその点 C スターは画角が狭いのにね、意外とプレートソルビングがうまくいくっていうのは、やっぱりソフトウェアが洗練されているのかもしれませんね。はい、その辺はやっぱりね、オールインワンのスマート望遠鏡の強みかもしれませんね。でこういう汎用性のあるプレートソルビングをやろうとすると、どうしてもね、画角と明るさの調整がうまくいかないので、すぐにはできないっていうかね。はい、もちろん空が暗いところに行けば、このドブソニアン望遠鏡でもね、プレートソルビングはできる可能性は高いし、あ、それからいわゆる光害カットフィルターをつけなければね、プレートソルビングがひょっとしたらしやすくなるかもしれませんので、一回フィルターなしで撮影して、プレートソルビングして導入してから
光害カットフィルター後でつけるというやり方がいいのかもしれませんね。ちょっと手間ですけどね。はい、そんな感じです。でやはり何といってもポンブルクス彗星を撮るときにフラット補正をしてないので周辺と真ん中の明るさの差があってですね、ちょっとうまくいかなかったですね。30秒露光でやるとこれ明るすぎちゃうんですね、コメットバンドパスフィルターぐらいだと。だからできればコメットバンドパスフィルターを使うときに10秒露光のフラット補正とかダーク補正、バイアス補正のファイルを取っておくとうまくいくかもしれません。昨日はね10秒でなんとかできました。その前はね5秒ぐらいで、やったんですが、10秒でもなんとかねライブスタックはできたんですが、やはり周辺原稿があって明るさのコントラストがね、差が周辺と真ん中では差が激しいので、なかなかあの尾まで綺麗に映るっていうことにならなかったので、今晩はフラット補正をしてからやってみたいなと思ってます。シースターももちろんね活躍しますが、やっぱりねシースターが一番簡単で使い勝手がいいですね。いろんな機材をつなぐとフラット補正のファイルを作ったりとか、ダークフレームを作ったりとか、いろんなことで手間がかかりますね。でドブソニアも同じでしたね。ウラヌス C でやはり FM135 だとねダークファイルを作ってないので、やっぱりノイズがいっぱい出るって感じがしますね。それからシャープキャップ 4.1 の水性追尾モードにしようとしたんですが、やはりねウラヌス C で FM135、 そこにコメットバンドパスフィルターをつけたりすると、やはりね水性を認識するっていうのがなかなかねうまくいかなくてできませんでしたね。はい、まあその辺ちょっと今晩またやり方を変えてみて、水性追尾モードでポンブルク彗星撮影してみたいなと思います。月がですねだんだん三日月が太くなって上限の月に近づいているので、今晩撮らないとね明日以降だとね月が明るすぎるのかもしれませんので、今夜チャレンジしてみたいと思います。今夜もポンブルクス彗星ライブをやりますので、ぜひお越しください。お待ちしております。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。えい、あ、ない、えい、えい。